ばい、南部家も来た。あれを先にやんなきゃダメだな。五右衛門、五右衛門と一緒に戦いましょう。いけるでしょう。太平を温存しつつ戦いましょう。あれか、待った方がいい。おお、いた。当たった。戻ってこれるかな。もう一回騎兵でいきましょう。ちょこちょこと隊列を崩したい。それ引っかかっちゃってんな。つい突撃。オッケーですね。よし、死亡一面、よしよしよし、全然オッケー。これはもう突撃でいいでしょう。少しでも友好的な国とかですね、広げるために NPC たち、コンパニオンたちにこれですね、これをやると多少友好度が上がる場合があるみたいなんで、これをやっておきましょう。はい、一度離れてもらって、ほぼ中立は北条家ぐらいか
他はほぼ戦争中になっちゃいましたね。だから来る相手打ち破るしかないな。ただ食料が買えないんですよね、これだと。あっちか、行くだけ行ってみましょうか。久保田がまた南部家ですね。全然少ないな。これやっときましょうか。はい、やりましょう。まあ余裕は余裕でしょう。はい、いいですね。このままやってってもらって、危ない危ない、よし、異兵隊行きましょうか。これで全部かな。オッケーですね。はい。あー、これが良くないんだな。増大してる。あ、良くなってるとこもあんのか。北条家これでほぼ全部が宣戦布告してきましたね。こっち行くか。お、伊達家来た。5000門ぐらいかな。おー、伊達家と休戦協定来ましたね。よし、今がチャンス。今のうちに大量の兵を書き入れましょう。今のうちに伊達家から兵を集めないと。農民でもいいからバンバン集めたいですね。なんだこいつら。なんだこいつらは。村が抑えたのか。五右衛門は行っちゃダメだってそれ。なんでそれ行くの。いいですね。200名。あ、なんか突っ込んできたな。
なんか突っ込んでくんな。突っ込んできたなこいつら。馬兵来れるか。よし、一気にいっちゃえ。終わりましたね。オッケーオッケー。おー、 C が戻ってきた。うわー、来た。ギリギリ間に合わなかった。 350? いけるかなこの人数さ。今100人ちょいぐらい違うのか。とりあえずいましたね、300。なんか誰か言ってる。誰あれは。あそこで迎え撃ってんの？行っちゃった。行かなきゃダメだこれ。槍で行くか。いやーきついなこれ。見えない。前に出ないですね。全然見えない。どうなってる、どうなってるこれ。
前来たな。これはきついな。ちょっと下がりつつやんないと。見えない見えないこれ。ダメだなこれ。わかんない。弓でどうにかしなきゃダメだな。弓兵撃ってんのか？弓で撃っていきましょう。どんだけ外してんのこれ。最初から矢でやった方がいいな。お、倒した倒した。あー26名か。弓矢でもよかったけど、まあいっか。はい、はい、連れてきましょう。まあまあまあなんとかいいでしょう。激戦だったけど、最初から矢でやっておけばよかったな。